めっちゃブルベ色、そうめっちゃブルベ色。これとね、あともう一個はねイエベカラーがね出ましたよ。私はブルベ、ブルベなので。赤じゃないよ、これディナーチェリーって色。かわいい、かわいいの。何よりもね、私リップクリームが嫌いで、なんかリップ塗った、じゃリップクリーム塗った後にリップ塗りたくなくて、だからあの塗り直し用というか、なんか唇の保護をしたいけど色もつけたいっていう時につけたいなと思って買いました。嬉しい、やった、これから大活躍の予定です。はい、というわけで皆さんね、カラオケする前に言うことがあるだろうということでね、ドボン、お疲れ様でした。いや、これをまず伝えようと思ったんだけどさ、なんかさ、カラオケしたいんだっていう感じがね強く出てしまいましてね、申し訳ございませんでした。本当にドボン12位でね、終わることができて、マジで本当にありがて、ありがとうございます。なかなかね、やっぱ1ヶ月だと大変でしたね。お疲れ様でした。ほっとしました。え、去年も12位だったの私。ミスター12位なの。ミスターじゃないし、ミスター、ミス12位。ね、解禁賞ということでありがとうございます。よかったよかった、今年も出られて。男性でしたかってね。ミスです、ミス。ありがとうございます。今日は左目の調子が悪く、二重幅が縮こまっております。なので今日は調子が悪い目だと思ってみてください。もっと漏れるのよ、二重の調子がいい時は。まあでもいっか、たまにはいいよね、そんなに漏れてなくても。そう、新作のレイヤーカットかわいいでしょ。最近この辺のレイヤーカット、レイヤー入れてなかったんだけど、ここを入れたことがね最近とは違うポイントです。食べちゃいそうだよね。食べます、はい、食べます。これちなみに食べるので、食べないように気をつけています。食べないように気をつけています。さあ、もう歌いたくて歌いたくてね、歌いたいんで歌います、歌います。だって歌いたかったの本当に。私この間のさ配信、歌いたいって言ってたでしょ。だから歌います。何を歌おうかめっちゃ考えてたんよ。いや、考えてたのよ、それぐらいマジで。あの21時から考え出して、20分ぐらい考えましたね、何歌いたいか。あのちゃんとね、聞いてきた。2番多分歌えると思う。2番、そう、最近の福岡は走りたいし歌いたいの。素晴らしくない、このスポーツへの意欲。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を吹き抜けるみたい、君は僕の風だ。例えば廊下を歩いてて、その角を曲がってくる気配、すぐにサーチしてドキドキするんだ。放課後のこの校庭の、どこに君がいるとしたって、その目を閉じればときめきで気づく。
恋をすると人は誰でもかなり敏感になって、アンテナみたいにキャッチしてしまうのかな。離れてても見えなくても君のことが気になって、引き寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を吹き抜けるみたいに君は僕の風だ。例えば背中を向けてても今君がそこを横切ったとなぜかはっきりと見てしまうんだ。真夜中自分の部屋で窓の空を見上げるだけで君の家の方から空気が流れる。好きになるときっと誰もがちょっと不思議な力をいつの間にか手に入れてしまうらしい。だから急に不安になる。もしもある日僕がもう君からの風感じなくなったらどうすればいいのだろう。愛しさが消えたのか、僕の気持ち拒否された。静かすぎる感動の今はまるで恋の涙。この曲でね、なぎって言葉をね、調べました、ね、静かな時間よ。離れてても見えなくても君のことが気になって、引き寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を吹き抜けるみたいに君は僕の風だ。いい曲、マジ名曲、大好き。2番も歌えてたでしょ。さっきちゃんと予習したんだ、2番。普段から予習しとけって話なんですけども、いい曲だよね。大好き大好き大好きな曲です。いい曲だよね。さすがです、ありがとうございます。最高すぎた、ありがとう。やっほー。なんか、あ、待って、ハロウィン仕様になってんじゃん。ハロウィンクマちゃんね。ハロウィンクマちゃんだよ。いや、やっぱね、2番はね、あんまりね、披露する機会がないんでね。あとこれもね、久しぶりに歌いたくて聞きました。でもちゃんと歌えるかわかんねえ。まあ目をつぶりながら。今日は1時間歌い切る配信ですか、わかんないですね。体力が続く限り歌いたいと思います。何、体力が続く限りって。おいし、激懐かしい。私の一時期のお箱でしたね。長い髪を切ったあの日、あなたは部屋を出てた。風が少し肌寒くてコートの襟を合わせた。
聞かないわ。未来のない愛の炎は消えればいいなんて割り切っていたのに、街の景色が滲む。こんなよくある出来事になぜか正義がつかない。自分見失うくらいに何が正しいのかな。それならそれでもいいってさっきは思っていた。愛をその後知った。私は空を見上げる。ずっと忘れていたものをようやく思い出したの。さよならとはっきり言えば楽だった。その傷口見たくないから放っておいた。どんな強がっていたって今も愛してること「ちゃんと向き合うことでしか前に進めないと思う」「もっと涙流した方が全て終わりにできる」「私は弱くていいんだ」「ようやく覚えてきた」「愛を学習したわ」景色が滲む。こんなよくある出来事になぜか整理がつかない。自分見失うくらいに何が正しいのかな。それならそれでもいいってさっきは思っていた。愛をその後知った。回ですね。パチ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 。ちょっとこの曲さ、あのさ、歌い方研究してちゃんと歌いたいよね。ちょっともうちょっと練習してくるわ久しぶりに歌ってさ、あのいいなって思ったので、もうちょっとちゃんと練習して歌ってくるわなんか歌い方変わりそうじゃない？歌詞とかもうちょっとちゃんと読んで歌ったらね。そんな気がしたわ。あと何歌おうと思ったんだっけ。ちょっとでもさ、ハイテンションな曲多すぎてさ。でもさっきのそこまでハイテンションじゃないか。でもね、どうやら私はね、あんまりね、アップテンポが得意じゃないみたいなんですよ。そう、アップテンポの曲歌っといてね、バラードの方が得意らしいですよでもあの、私今日歌いたい曲の中にバラード入ってないんだよな、さっき見てた中で。なんかバラードないかしら。もう練習してないゾーンに入ってきちゃいますからね、私早い早いって。なんだっけ、なんかね歌おうと思ったんだよね。なんだっけな。あー、イエス、思い出した。まだだった。これは一番だけ歌おうと思ったんですよね。
なぜなら1番しか歌えないと一瞬のうちに悟ったから2番がねまだね歌えないという。はい、神奈川でやってたらしいよね、あの若手ツアーで。私は武道館の思い出ですね。あなたを思うんだけでなぜか涙が溢れ出す。いつからこんなに弱虫になったのだろう。感情のスイッチが入りっぱなしになっている。初めて失いたくない人に会えた。あの日の夜、好きじゃなく愛してる。ハートはドキドキ本気純情な。さなぎから羽まで生えた。好きじゃなく愛してる。あなたの甘い蜜まで食べない。アゲハチョウ。この曲や大好き。これ系の内心の情熱を歌った曲。おお、終わりました1番で終わりました。だって歌えないんだもん。ごめん、1番しか歌えないと悟ってしまったんだ。じゃあちょっとさ、これ系の曲でさ、これもなんかあの神奈川でやってたらしいんですけど、私のね大苦戦したこの曲を歌いましょうか。でももうなんか久しぶりに歌うから全然わかんないわ。歌えるかしら。嵐の夜には側で眠りたい。ガラスの窓を強く叩く激しい雨風よ。あなたに抱かれて彼女よりも遅かっただけ。神様を恨んでみたところで、過去は過去でしかない。親友の彼を奪うなんてひどいやつだよと言われても構わないよ。あなただけいれば敵を作ってもいい。最低の女で地獄へ落ちるんでしょ。どこかに焼かれて苦しみながら灰になるよ。愛という名のエゴイスト、誰にも止められない。嵐の夜には覚悟決めて幸せになるために彼女を不幸せにしてしまう。本能とは行動をしてから後悔しないものよ。ありえないことが分かってはいるけど、無意識のナイフは手加減を知らない。傷つけて自分も傷
つくでしょ。嵐の夜には夜なら何があってもいい。窓の向こうが晴れようとも全く関係ない。あなたに泣かれて一人じめしたい。彼女のことも世間体もどうでもいいことだ。自分から歌うって言ったのに疲れちゃった。なんか平和な曲歌いましょう平和な曲で私歌える曲あるんか。平和な曲ね。平和な曲探そう。平和な曲懐かしいね。あら待って、平和な曲を歌おうと思ったら陽太郎さん福岡城を建設してくれました。ありがとうございます。久しぶりだね福岡城建設このね城のね城がね福岡城というんですよ。ありがとうございます。キャンディー、キャンディー結構ね、キャンディー結構平和じゃないよ。めっちゃ可愛く歌わなきゃいけないもん。キャンディー、しかも私多分一番しか歌えない。キャンディーも、はい、キャンディー視野上ですね。視野上だから。キャンディー一つさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと冷たい、元気50cc バイクでちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり、日差しがうらら。 iPod でミュージックお気に入りのカラー。嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。放っての中幸せになれる呪文みたい。 Everybody get Everybody さっとこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなるといつも
店街走って振り間も覗いて知り合いに手を振って雑誌を買って泣き虫な子供を黙らせるようにご褒美があればもっと頑張れると思うキャンディひとつさ放り込んで文句とか愚痴は言わなくなる Everybody get everybody さ何をしようか女の子は気分屋さん今よりももっと楽しいことをいつも求めて雨を探してる涙がこぼれてしまう時はポケットがないになれる呪文みたい Everybody get everybody さどこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてふわりが違ったかもしれないけど イエイ。ほう？まさかのお城が二つ目？お、いた。お城、あれ、お城、お城、中ちゃん、ありがとうございます。お城建設されてる。ありがとうございます。これはね、横山さんの卒業公演でね、やらせてもらいましたね。ありがとうございます。歌いました。嬉しいです。やった。うん。歌え、歌え、歌えろよって。AKB メンバーなら歌えろって思われるかもしれないんですけど、歌えないねん。案外歌えないねん。これ行ってみようかな。歌えるかな。ちょっとやってみようぜ。やってみようぜ。最近歌いたくて仕方がない。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ。半分だけ残して食べるつもりだった。世の中には納得できないことばかりね。生きていることさえも嫌になってくるのよ。ラムレーズン一つでガタガタ言うなよって
デリカシーのないあんた何か死んでしまいなさい。気づいた時はここにいた。転がり込んだこの部屋は暮らしやすかった。でも臭いもの蓋してた。愛が腐りかけてる匂いや見たくない現実とか嘘だらけの思い出らしきもの。窓開けてぶちまけよ臭いものだけ。綺麗ごとを飲んだり並べてみたところね、年を取りゃ誠意のないまたもんとわかるよ。そうあんたにとってはどうでもいいことでも、私にとっては命よりも大切なものなんだ。機嫌が悪く思ったら一晩だけばいいなんて浅はかな男。臭いもの蓋するか、ちゃんと確認もしないくせに想像の幸せとか理想だけじゃ仕分けできないもの。誰だって隠してる臭いものだけ。どういう意味だ。そろそろ別れるしかないか。愛想が尽きた関係は捨ててしまいた。もう誰も美しい世界にいたい。そう願う苦手さに愛されても付き合いきれないよ。あんたこそ一番の臭いものだ。私の誕生日2ヶ月前だよ。ね、今日誕生日か何かかな、もしかして。ありがとうございます。いや疲れるね。平和でした。平和じゃないわ。どう頑張っても平和じゃないわ私。あ、私歌詞で全然嘘みたいな歌詞歌ってたよ。いやそれにしてもこの曲難しいよね本当に。激しいぜ。大激しい。そう今日レミタンの誕生日でね、あのレミタンのさファンクラブの写真見た？良すぎちゃってさ、もういいねさ10回ぐらい押したい。あのレミタンの良さが詰まってる。素晴らしい。見た。良すぎたよね。本当に。ね。さあちょっと一瞬だけ離脱します。帰ってくるから待ってて。
画面から消える定期、そう画面から消える定期。すぐ帰ってきた。ただいま。何歌おう。ちょっとさすがに疲れたよ。さすがに福岡疲れた。なんか歌いやすい曲頼んだ。うん、歌いやすい曲ね。考えているよ。めっちゃうんうん言うじゃんっていう。大音量でね。大音量だよ。何がいいかな。あ、ピンときた入ってるんだ。すごい、ピンときたが入ってるんだ。ピンときた。あ、これじゃない？これだよ。平和曲、大平和曲見つけたよ。あ、セリちゃんが二度見た目で着てたワンピース可愛くてポチろうとしたら売り切れた。ごめん。あれめっちゃ可愛くて、私もさ頑張ってすぐ買ったやつなんだよね。めっちゃ可愛いよね。ありがとう、見てくれて嬉しか。ブランド可愛いのいっぱいあるのチェックしてみて。いつも僕らは一緒だったね。どこへ行くにも腕組んで歩いた。夢や仕事がうまくいかない、挫折の日々になぜだか笑ってた。ガロゴロパーティーから抜け出してきた。扉に作品が折れても虚しいんだ。僕がずっと望んでた生活なのに、喜んでくれる人もういない。バゲットバゲットバゲット、思い出すよあの頃。二人で食べた一つのフランスパン。バケットバケット青春の味、何にもなくったって美味しく感じてた君がいるだけで。ある日僕らは喧嘩したんだ。ほんの些細なきっかけだったけど、何が一番大切なのか忘れた僕に幻滅したんだろう。賞とかお金とかが欲しいじゃない、自分が書きたいものを書きたかった。君が一番理解してくれていたのに、勘違いし始めた僕だった。ラケットラケットラケット、お気に入りの日だったの。今ある全て二人で分け合い
花から二人で食べた一つのフランスパン。バケットバケット青春の味、何にもなくたって美味しく感じてた君がいるんだけね。切ない、いい曲すぎて切ない。そしてやっぱり僕は疲れてきた。いい曲だね、本当に素晴らしくいい曲だよ。切ない。欲しいものがありすぎたんだろう、だって悲しすぎる。はあ、平和だ。平和じゃないけど平和な曲だよね。ありがとうございます、とても嬉しいです。めちゃくちゃ歌うじゃん、めちゃくちゃ歌う。だって歌いたかったんだもん、カラオケに行きたいぐらい歌いたかったんだもん。何歌おうかな、何がいい。切ないけど平和。そう、へえ、秋元さんが昔振られた時、あなたは欲しいものが多すぎるって言われたという話があります。そっか、シングル曲、公演曲、なんかすごい対極にあるものが並んでると。野菜シスターズ、ちょ長いねん、野菜シスターズ。メンバーとカラオケって行くの、あんまりね、たまにしか行かないね、たまに。マドンナの選択懐かしいね。あ、そうだ、めっちゃ疲れるけどこれ歌いたかったから歌うね聞いておいて違う曲歌うなよっていう。いや、これ歌いたかったの、こないだ見てからね、歌いたかったの。いや、でももう疲れちゃったからな、歌えるかな私。あれ、ミスっちゃった。え、ミスったぜ。はいなんか聴きたい曲思い出したって。アイズって言ってた、うん、歌詞見たら Beautiful Color Beautiful Eyes。 もう踊れないかもしれない。素足ではまだ寒い、日差しが春色の渚、いつものクラスメイトと最後にはしゃいでた。今しかないタイミングでどうすればいいの。カラコンピンク、そこあなたに特別なこのまなざし、好きですと言えなくて一瞬で伝えたい。右目から I love you、 ヘーゼル系の瞳、その奥で本当の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、片思いかった。砂浜でふざけ合い、恋する水しぶきの空、みんなを意識しすぎて
ギターラジいなくなるのだろう。止められない砂時計、柄になる前にカラコン味生まれ変わって、いつもと違う私、ささやかなその勇気、そうもらったみたい、別人のようでしょ。初めて会ったような新鮮さ、積極的なアプローチ、傾いてく夕日は何見えるのかな、あの日からファーリンラー、どうどうかバイバイ。こんな乙女チックな熱い姿勢、どうぞどうぞリアクション笑っちゃうじゃん。好きになったら瞳の色も変わる、カラコンリンクそこ何特別なこのまなざし、好きですと言えなくて一瞬で伝えたい、握れたら I love you、 ヘイゼルゲイの瞳、その奥で本当の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、片思いなさい、こんな乙女チックな熱い視線、どうぞどうぞリアクションして、無理だ、たっけたっこ絶対多分リズムに合わせたら歌えないやつ、あの リズム音痴だから私。私リズム音痴なんですよ。だからバラードしか歌えないんですけど。難かった。どうか。高いよ。疲れちゃったよ。めちゃくちゃ外しちゃって、私はね、あのとっても恥ずかしかったです。ありがとうございました。練習しておきますね。この曲歌えたらマジすごいすごいね。素晴らしくなれるね。もうこれじゃない？いい曲を見つけてしまったよ。あれ？どこだ？自分を励ましていこうのかね。最近全然やってないからね。歌えるかな？入れたけどさ。
た雲の中から希望の空、もう限界、光さらずに腐りそう、頑張っていた夢は報われるのか、全身全然歌ったことないのに歌ってみちゃったから歌えたような歌えてないのから涙流した後はさっきより風の向きが変われば雨も止んで晴れ渡る明日が来る。いや、大変疲れました、福岡もう高い音が出なくなってきちゃった。えそんな人だったわ、ずっと。ちょっと変な声出してみるわ、そしたら復活するかもしれないわちょっと変な声出してみるな、そこともしるの。あ、こういう、いや、マジでこういう発声あるんです、本当に。最近こっちから、この声かと、この歌声で歌ったら、あこの声で歌うの何？なんか可愛い曲だったらこの声で歌えるよ。この曲書いて歌えるよ。違うな。まだ歌えるかな。ああ、全然もう歌えなくなってる気がする。間違えた。なんかそれっぽいからやっとこの声で歌えるかしら。歌えるかな、本当に。卒業して2年が経って十分大人になった。偶然君とまた二人街角で再会したよ。昔話尽きた頃に冗談ぽく君
きしたんだ。ずっと言えずに友達のままで、だからにしまった初恋の時。お互いに惹かれてたのに、回して言えなかったか。占いにでもなるたび、いつだって無理だと出てた。勇気出して僕は言おう、そうあの日に抱き合わなして。今更かもかもしれないけど、僕の方は今でもまだ好きなんだ。ときめく心は何もならない、あんなキラキラ輝いたドアを映した暗く日待ってたのかな。これでフル言ってんのやばい。恋人まだいないと笑っていた僕たちの答え、ようやく出たらしい。僕の方が前から君は好きだった。入学した時ドキドキしたんだ。ずっと言えず友達のままで、心にしまった初恋の鍵。願い方をもういらららららら。まあそんなわけで、実はこの曲は若干こっち寄りで歌ってたっていう思い出があってこの曲歌ったんですけど、高いね。そう今なら告白できるわのところ、わかる？なんとなく。そう今なら告白できるわね、ちょっとそれっぽいでしょ。以上です。まあこんな声も出せるよっていうことでよろしくお願いします。そんなわけで、疲れました。福岡終わります。カラオケ歌ってこれで終わっていいの？なんかでももう歌える気がしないんだ。多分疲れた福岡本当に。こんな今の私でも歌えそうな曲はありますか？いや多分もう無理なんだよな。なんかでもなんかさ、この曲で終わるのあれじゃん。だからちょっとさ、やっぱあれかな、私の好きなエンディングソング歌おうか。いつものエンディングソングどれだけ歌えなくなってるか確かめてみようか。ふっふっふふ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 ふ。
みんなが聴きたかった曲ではないかもしれないけど、私といえばこれがエンディングソングなので、私の中ではエンディングソング歌います。大好き、うん、ああ。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリット、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハモリハモリ、好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通りに抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあのミュージック、偶然はいつも教えてくれる意味がある。Glory days, さよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー、面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまた振り返るように君も思い出すだろうか。あの頃いつも流れたきっと。君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。ほろ苦い感情が溢れ出す今も、こんなメロディーメロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。いつの日にかあの頃のメロディー。
マジ名曲大好き、ありがとうございました。名曲すぎたね、最高、最高の名曲をありがとう。こんばんは。全然高音出てなかったけどね、あはは。あはは、飛ばしすぎたね、ありがとうございました。楽しかったね、いっぱい歌ったね、適度に変な福岡を混ざりながら。何しとんねー、伊勢鳥だったね、ありがとうございます。まだいけるな、まだもういけないっすね、お疲れ様でした。何歌ったか忘れちゃった。例えばドボンライブ何歌うの、何歌おうかね。いや、ネタ振りを歌うっていうのもありだし、そう、まだ声隠してるでしょ、どういうこと、何も隠してないわもう。あ、いろんな声ってこと、でもなんかこの声ぐらいだよ、変な声出せるの、変な声出せるのこの声ぐらいだよ。今日はもうネタフリーは歌えないですね、お疲れ様でした。ペイちゃんの歌声堪能した、ありがとう、つやー、おやすみなさい。いや、あのさ、でしょでしょ、アニソン、アニソンでしょでしょでしたっけ、タイトルがちょっと分かってないんですけど、あの鈴木愛理さんと大石正義さんがやってる番組なんですけど、アニソンのね、に中島めぐみさんが出てて、それをね見たんですよ私。したらね、マクロスのね歌をねめちゃくちゃね聴きたくなってね、もう本当に聴きたくなってね、めっちゃ聴いてた、めっちゃ歌いたくなったからずっと聴いてた、マジで最高に、マジで最高に良い、ずっと聴いてた。やっぱね、マクロスフロンティアしか勝たん、大好き。そう、マクロス歌えないの、歌いたいんだけどさ、あなたの音とかさ大好きなんだよね。あとね、やっぱ王道のいて座とかもね好きですしね、インフィニティが大好きなの私、インフィニティ、絶望からのですよ、いて座ね大好きなのよ。そう、放課後オーバーフローも大好きなの、放課後か、でもこれの曲はね高すぎて歌えない。昔ねお姉ちゃんとライオンをねデュエットしてましたよ、家族でカラオケ行った時に。でも私ね、ここでね残念なお知らせなの、時の迷宮見てないのよ私。なんで見なかったの、どうして、だってさもうさ辛すぎてさ、辛すぎたんだよランカ派の俺には。でも今見たらさシェリル派なのになったりするのかな、ね、どうなんだろうね。もう辛すぎてさね。だってさランカだけ残されちゃうんだよ。
答えなんて一生出さなくてよかったんだ。そう、やっぱね、アニメ版でね終わった方がね幸せなんだよね、正直。そう、最終回のメドレーがね本当に大好きなんで、マジで最終回はね見て。24話だっけ、27話だっけ、どっちだっけ、27話くらいやったよね。そう、いやマジでアニメ版で終わった方が幸せだったけど、やっぱさ劇場版気になっちゃうじゃん。知らなくてもいい未来みたい。ああちょっとね、わかるよね、ちょっとね、そんな感じだよね、わかる。ちょっとこの辺で終わっときますね。全然わかんない人にはついてこれないだろうから、マジで名作なので、マジで気になった方マジで見てください。今流行ってる人参も、今さ、なに人参流行ってんのさ、なんかさ不思議すぎてさ、だってあのシーンを思い出すとさ、マジでさ、君にビタミン7色ですよ、マジでさあははってなっちゃう。 TikTok の音源でね、人参がね流行ったんですよ。びっくりだよね。そうなんですよ。ね。マクロスフロンティアは素晴らしいです。定期的にマジで最終回を見たい。最終回のメドレーが本当にいいんだ。だって私まんまそのまま歌えるもん。っていう話でした。ありがとうございました、ご清聴。繰り返し見るのは最終回だけなの？いや、最終回だけ見たくなっちゃう時があるんですよ。すいません。マクロスプラスもかなり違った意味で面白いよ。そうなんや。以上です。はい、というわけでランキング案で終わります。1位ヨウタロウさん、2位ワイマツアットヨツバさん、3位ナカちゃん、4位ベイさん、5位ヒカリ、あとデニムワンピ最高さん、6位トシノリさん、7位マサアキさん、8位クーヤンさん、9位ヤマちゃん、そして10位ムロスさん、11位カドマチさん、12位オミちゃん、13位アイジさん、そして29位福福賞はハッシーさんでいいのかな。ありがとうございました。まさかの福岡城3、城ってさなんて数えるの、3棟城の数え方わかんないな。建設ありがとうございました。とても楽しかったです。ありがとうございました。あ、城三城バイバイ。次の配信はいつですか？10月多分いっぱいできると思うのでやりたいと思います。バイバイ、またね。